スマイルスポーツ読者の皆さん、こんにちは。日本体育大学のバズーカ岡田です。この連載では外見も中身も少しでも若くいたいと願う多くの皆様のために、それを叶える筋トレとエクササイズをご紹介します。1年を通して私と一緒に美しく健康的な体を作りましょう。今回は肩の見栄えを良くする筋トレとバランス感覚を改善するエクササイズをご紹介します。ポイントです。肩は痛めやすい関節です。しっかりと温めて動きのウォーミングアップを行って怪我のないように行ってください。一方で最終可動域、トップのポジションでしっかりと負荷を受け止める、少し止めるぐらいの気持ちで動作するとより効いてきます。今回のバランス感覚改善のエクササイズは、より高く、より遠くに動作する意識で行ってください。アーノルドプレスです。ペットボトルなどを持って腕をひねりながらしっかりとバンザイするように上げていきます。上げ切って最後一呼吸キープして肩にしっかりと効かせていきます。この種目は肩の前側、そして横側に効く種目です。サイドレイズです。手をなるべく遠くに運ぶように上げていきます。手は両耳の高さ以上に上げる必要はありません。上げ切ったところで一呼吸を置いて肩にしっかりと力を込めます。この種目は肩の横側に効く種目です。肩の前、横、後ろを丁寧に鍛えることで立体感のある美しい肩が出来上がります。リアレイズです。お辞儀をして少し猫背になります。その状態から両手をなるべく遠くに運ぶように上げていきます。上げ切ったところで一呼吸キープしてしっかりと肩に力を込めます。この種目は肩の後方に効く種目です。バンザイニーリフトです。手から足までが一直線にキープするように姿勢をとります。その状態でなるべく高く膝を持ち上げます。その時体が後方に反ったり横に倒れることがないように姿勢をキープして行います。シングルレッグリーチです。なるべく遠くに手と足を持っていきます。その時体がひねったり横に開いたりしないように動作します。ただ遠くに手と足を運ぶだけでなく、自分の思い描いた姿勢をしっかりと体現することが重要です。皆さん、いかがでしたか？今回のエクササイズを継続して見た目も中身もマイナス10歳を目指しましょう。スマイルスポーツ紙面では食事や睡眠の重要性も紹介しておりますので、合わせてご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。